どうも、ちぬこチャンネルです。秋の風物詩、カワハギを求めてイカダにやってきました。なぜなぜ、思わぬ展開が待ち受けていましたよ。果たして、キモパン料理にたどり着けるのか。いや、だいぶ涼しくなりましたね。朝はね、冷えたので上着を着ていました。まずは餌を巻きます。団子とカワハギ用の巻き餌、そして網エビです。混ぜて、団子3つぐらい巻きますね。仕掛けがこれ、カワハギ用のショートハリス仕掛け。イカダ竿だとね、穂先が細くて当たりが繊細に出るので、カワハギのすごく細かい当たり取りやすいんですよ。なんで私はいつもイカダ竿を使います。そして一番下には軽い重りをつける、1号食わせ生アサリ。やっぱりオーソドックスなアサリが一番使いやすいですね。硬いところに刺して取れにくいように、はい、ピロンとこんな感じで1、2、3個、そして重り。私の場合はですね、一番下に団子をくっつける。そしたら1投目いきましょうか。イエイちょっとバシャンってなっちゃったいやーし、水深が12メートルぐらいと聞いてます。潮がね、結構右に流れてますね。今日はね、大潮寄りなので。おー、もう当たってる。中層から当たってます。割れたらもうそこで待つ感じにしますか。あ、そこまで届いてる。着底してそう。着底してそうですね。よいしょ。おお、おお、持てた。おお、おお、早いね。あ、バラしちゃった？バラしちゃった。合わせが弱かったか。一投目から良かったんだけどな。まだアサリついてるか。ついてるっぽい。ついてるっぽいけど。くっ、よっしゃ。どうかい？どうかい？お、来てる。あ、君かよ、君かよふぐちゃん。でもね、針を切られちゃうとちょっと面倒なので厄介ですね、悟りとしては。バイバイ。団子は別打ちでも良さそうだな。これでもふわっと落ちてくんで、団子巻きつつ。おお、来た。よし、来た。ちゃんと合わせた。何？なんかよくわかんない引き。なんだろう、なんかよくわかんない引きしてる。変な風に泳いでいく。あら、あらららららら。君。わあ、嬉しい、カサゴ。わーい、これ美味しいサイズですよ。いいサイズじゃん。おお、なんか変わった引きするなと思ったら、はい、2投目でいいサイズのカサゴです。やった。ここはカワハギがいるということで岩場になってるんですね。なのでロックフィッシュももちろんいます。おお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 、あいや、合わせすぎた。むずい、合わせすぎ。さすが餌取り名人。あらら、あららららら、取られてる。狙うと何でも難しいよね。ダメだ、合わせがめっちゃむずい。張りがかりしない感じ。すごいちっちゃいのがいるんかな。来た、これは来たでしょ。おお、強い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 よ、強いよ強いよ強い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 。なに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 、強いよ。おっと、これはどうしてこんな強い。なになに、バラしたくないよ、こうバラしたくないよ、バラしたくないよ。なんで、なんでこんな強いの。なに、なんか不思議な動きもしてるし、大きいのかな、もしかして。大きいのか、大
きいの？見せて見せて、顔見せて、よいしょ、顔見せてね。なんだよ3種目目、針くちゃくちゃになっちゃった。よいしょ、びっくりした、強かったから。アイゴです。アイゴちゃん、ヒレに毒があります。いろんな魚がいる、魚種が豊富ですな。でも狙いのカワハギも見たいな。なんで本当に合わない。来た。また重いよ、また重いんだけどちょっと待って、また重いんだけど、いるんじゃないの、またねえ。どうなんどうなん、君さっき顔見た子じゃない？どうなん、こんなに泳がないもんね、カワハギはね。よいしょ、ちょっと層を変えようかな、棚をね。よいしょ、おーおーおー、強いっすね。あれ、マジ、ちょっとタモが遠い、すごい、朝から4目目、マジでやったやった、さっきのこと違うけど、やったー、マジ、マダイ、やったー、マダイやったよ。いやー、いいサイズ。しかも君も貝が好きなんだね。よし、タイちゃん、よいしょ、おー大きい。魚はかかるし、当たりも取れるけど、本命が釣れないとちょっとね。ちょっと餌変えてみよっかな、虫餌にします。石五貝、刺し餌を変えました。いきます。これで何か変化があるといいんだけどな。あ、何触ってるな。来た。なあ、また重いなこれ。何、重いんだけど。あ、ちょっと待って今日はそういう日ですか、もしかして。うわ、遠い。強いな、何。よいしょ、強いですね。よいしょ、うわ、糸がキュルキュル言ってます。よいしょ、針は3個あるんで、しっかりね、魚にはかかってると思う。1個外れても1個にはかかってると信じて、なるべく強めのやりと、嘘でしょちょっと、なんで、どういうことこんなことあるありゃ、すごいっすね。またいいマダイだ。あ、これ鼻が2つあるでしょ、なんで天然マダイですね。よいしょ、ありがとね。よいしょ、来た、よし、なんか来た。よし、これはなんかちょっと期待が持って、うん、何ちょっとまた違う魚だ。グレー。ベラー。何、もう本当に10目達成しちゃうよ。巨大。出た。ゴンズイ。ゴンちゃん。サバが来た。サバ？やった。10目達成。10目目何かわかんない魚、何
初めて釣るんだけど。え、ブダイですかね。何これすごい。最初鯉かと思ったけど、これ何ですか。わかんない、私初めて釣る。青ブダイ。重い、なんか重いの来た。重い、あ、重い。うわすごい、うわすごい。2匹いない、これ。1匹、これ。1匹だけ、強いけど。でかい。めっちゃでかいじゃん。めっちゃでかいじゃん。あららららら、ら、すごいな。よくこんなちっちゃい針にかかりますね。うわ、いいサイズです。ただいまースーちゃんスーちゃん引っかかっている。スーちゃんね、今日ちょっと目の調子が悪いのでカラーをつけてますピンクライオンちゃん、ちょっと待っててね。おいしいご飯作るね。今回の戦利品はマダイ、グレ、他にもいろいろと釣れたんですが、今回はこちらを調理していきます。本当はカワハギを釣る予定だったんですけどね、なぜかいろんな魚種が釣れましたね。特にマダイはいいサイズがたくさん釣れて引きも楽しかったです。ちなみにこちらの尾行、鼻の穴なんですけど、2つあるのが天然マダイです。おそらく養殖場からこぼれてくる栄養たっぷりな餌を食べてるマダイなので、味にも期待できます。今回の料理テーマは和風イタリアンです。美味しい料理を作っていきますね。エラと内臓は処理済みです。鱗を取っていきます。頭を落としていきます。身を下ろしていきます。よいしょ、あー綺麗な色だ。腹骨取ります。小骨も取っていく。皮を引きます。はい、ツヤツヤですごく美味しそうです。薄切りにします。薄ければ薄いほどいいです。めちゃくちゃうまそう。こんな感じ放射線状に塩パラパラっと身に振りかけて、オリーブオイル、レモン汁をかける。そしたらじゃーん、粗切りわさび。これがマジで美味しい、大好きなやつ。茎が入ってるんですよ、シャキシャキ感があるの。水気を切った玉ねぎ、水菜、大根、人参、全体に飾り付け。せーの、はいさらに静岡産わさびドレッシング。おー美味しそう。黒胡椒をかけて、できました。マダイの鬼わさびカルパッチョ完成です。粗切りわさびとわさびドレッシングで和風に仕上げてみました。わさびの多めのところいく？いただきます。うん。つん。あ、でもめっちゃ美味しい。このわさびの辛さで魚の甘みが引き立ちますね。たっぷり食べたいから2切れいっちゃおう。あ、贅沢。うん。ドレッシングがお醤油ベースなので、お刺身に近い感覚で食べやすいです。うん、すごいツンとくるでも美味しい。はい、三重県伊勢市二見で作られている秘密ビール、パッケージがめっちゃかわいい。視聴者さんにいただきました。アルコール度数が 8.5% とちょっと強いので、ゆっくりと飲みたいと思います。濁りのあるビールですね。あ、香りがいい、すっごい麦の香りする。それでは乾杯。甘みがありますね。甘さの後にはしっかりビール本来の苦味がガンときますね。すっごい美味しいです。いろいろ種類あるみたいなので、他のも飲んでみたいですね。うーん、ほんと美味しい。マダイ自体もね、脂乗ってますね。甘みとコクがある。
まい。本当だから。続いて身をおろしたら小骨を取って一口サイズに切ります。カサゴとマダイも同じように切ります。玉ねぎ、セロリ、嫌いな人いますよね。私は大好きですよ。ニンニク、鍋にオリーブオイルをひいて火をつける。頭付きのエビを加えます。はい、ひっくり返します。おー、香ばしい。おー、そしたらこの横でですね、魚を焼いていきます。煮崩れ防止のためですね。あー、いい匂い、めっちゃいい匂いする。焼けたものから順番に取り出して、オリーブオイル、ニンニクを入れて、玉ねぎとセロリ、そしたらここに白ワイン、カットトマト、あー飛ぶ飛ぶ。お水を 100ml ぐらい、コンソメキューブとローリエ加えます。ほいおしゃれよく煮込みます。おほほ、いいですね。うん、はい、簡単ポトフの具、今こんなの売ってるんだな。シーフードミックス、エビとイカとアサリです。塩コショウで味を整えます。炒めた魚を戻します。一回出すのは身が固くなりすぎないようにですね。エビも戻して、あー美味しそう、できました。ブイヤベースの完成です。まあ、簡単に言うとトマト鍋ですね。あ、トマトスープかな。グレとカサゴとマダイ、魚介をたっぷり入れて作りました。鮮やかな赤色が食欲をそそります。はい、おやつ、チュールビッツマグロ味はい、ちょっと動きづらいよね、ごめんよ。三角の袋に入ってます、これこれ。はい、こんな感じで。お、ほんとだ、ビッツ、このね、なんていうの、ちくわみたいになってます。はい、ごめん、ここで裏返っちゃった、すーちゃん裏返っちゃってる。よし、よいしょ、見えづらい見えづらいし重いね、ごめんよ、持っててあげよう匂いもね、なんかなんて言うんだろう、ジャーキーのような香りがしますね。お皿に入れちゃったんだけど、こうやって開けて、はい、こうやってポンって置けばそのまま食べられるという工夫がされてました。ありゃ、食べ終わった早いね、はい、ごちそうさまね。半身は骨を抜いたら半分に切ります。袋の中に卵、え、あー殻入っちゃった、あー、よし、吸出小麦粉を入れて軽く塩を振ったマダイ入れます。よく揉み込む、ほい、こんな感じ。別の袋の中に吸収給油の少ないパン粉、油の吸収 40% カット、ダイエット中の強い味方です先ほどの貝を入れる、袋の中でまぶします。手が汚れなくていいですね。油で揚げます。美味しそう、揚がったら取り出します。はい、きつね色熱したフライパンにバターを入れて、ニンニクの細かいのを加えます。じゃん、明太子、皮を取ってほぐしたやつ入れます。ほう、わあ、飛ぶ飛ぶよ、あ、ダメだ、火止める、めっちゃ飛ぶ、わあ、いややばいやばいやばい、後で掃除しなきゃ。ポップコーンみたいに弾けるんで、皆さんも気をつけてください。ここにマヨネーズ、醤油を加えて混ぜときます。沸騰したお湯の中に塩を一つかみ、じゃーん、小鍋で作れる早茹でファインファスト、あー短いすごい、いいですね。アウトドアに超便利なんじゃないかなと思います。おい、太さが 1.8mm、 結構太めなんですけど、4分で茹で上がるって早いですね。うん、ほんとだ、もう茹で上がってる。そしたら先ほどの明太ソースの中にしっかり絡ませます。
その上にフライを乗せて、刻み海苔、ネギ、上に、ああ転がった、あ、転がる、綺麗に乗せたかったからちょっと上を綺麗にして、できました。たらこパスタ完成です。マダイフライを上に乗せてみました。がっつりボリューム感のあるひと品です。できたよ。かわいい。はい、完成しました。めちゃくちゃ美味しそう。はぁ、お腹が空いた。すーちゃん、ではでは、いただきます。エビ、お魚系をガサッと、お野菜もたっぷり。いやー、美味しそう。ブイヤベース、いただきます。熱そう。めちゃくちゃ美味しい。いろんな味がする。エビ焼いて殻ごと入れたの正解ですね。めっちゃいい出汁が出てる。グレですね、これ。いただきます。うん、おいしい。うん、あ、皮も美味しい。トマトともよく合います。あー、マダイ、全然違う。しっとり系の身、うん、おいしい。カサゴちゃん色かな。カサゴ、あ、これっぽい、これっぽい。鱗が細かいからこれっぽい。カサゴ、あ、身質がしっかりしてて、旨味が一番強い感じ。うん、ですこれ、はい、エビ。朝晩少し涼しくなってきて、こういうあったかい料理はやっぱりほっとしますね、うん、全然足りない、おかわり。野菜の甘みとトマトの酸味、そして魚介類のコク、三味一体で本当に美味しいですよ。最高。たらこパスタ、スパゲッティですね。あ、せっかくだからたらこと一緒に行こう。はぁ、贅沢。いきます。明太子の塩気とプチプチ感、そしてマダイのね、サクフワ感がすごくよく合ってる。パスタいきます。ニンニクとバターの香りがふわっときますね。めっちゃうまい。ごちそうさまでした。今回はカワハギ釣りのはずだったんですが、とにかくいいサイズのマダイが連発、そして他の魚種もね、めちゃくちゃ豊富で、いろんな種類を釣ることができたので、すごく楽しかったです。アサリ、ゴカイ、オキアミと3種類の餌を使ったんですけれども、どれにしてもとにかくヒットが多かったですね。目いっぱい魚釣りを楽しむことができました。すーちゃん、こら、手を舐めないの。まあでも欲を言えば、やっぱりカワハギ
釣りたかったし食べたかったですね。この日は海水がかなり濁ってたんですけど、濁りってカワハギにとってあんまり良くないんですかね。一匹も釣れなかったのでちょっと不思議だなと思います。詳しい方がいたらぜひ教えてください。次回は必ず釣れるように頑張ります。ちぬこチャンネルではこのようにオリジナルグッズを販売しております。 YouTube のトップページから見れますので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。ご視聴ありがとうございました早く直そうね